注意、この動画では映画ソニック・ザ・ムービーソニック VS ナックルズについて簡潔に解説します。解説のところどころに誤りがあるかもしれませんが、そのあたりはご容赦ください。ネタバレもありますのでご注意ください。こんにちは。この動画でメイン解説を担当します、インキュベーターです。以後よろしくお願いします。映画の解説を始める前に解説する順番について話しておきますね。映画の概要、映画のあらすじ、登場人物の紹介と劇中での活躍といった順番で解説していきますが、途中で順番が変わるかもしれませんのでご了承ください。まずは映画の概要について簡潔に解説しますね。この映画はセガのゲームソニックシリーズを元に制作されたアドベンチャーコメディ映画で、2020年に公開された映画ソニック・ザ・ムービーの続編でもあり、前作ソニック・ザ・ムービーを上回る大ヒットを記録した作品でもあります。キャッチコピーは最強が激突する。でしかも続編の制作も決まっており、3作目は2024年12月20日にアメリカで公開予定だそうで、さらにスピンオフドラマも制作されるようで、こちらは2023年にアメリカで配信予定だそうです。次はこの映画のあらすじについて簡潔に話しますね。前作の終盤でソニックとの戦いでキノコの惑星に飛ばされたドクター・ロボトニックは、地球に帰還するためにあり合わせの装置で発信機を開発し、さらに肌身離さず持ってたソニックの針を使って宇宙に強力な信号を発信しますが、ロボトニックはその衝撃波で倒れてしまいます。その後あたりが暗くなり、倒れてるロボトニックの目の前にポータルが現れて、そこから鳥のような仮面をつけた武装した3人の敵が現れます。ロボトニックは罠を使って3人を倒し、ポータルに向かって走りますが、ポータルから二足歩行の赤いハリモグラが現れます。ロボトニックは赤いハリモグラと一時的に手を組み、彼の助けにより地球に帰還します。一方、地球での生活に馴染んだソニックはヒーローを志し、夜の街で悪党退治をしますが、うまくいかず、彼の父親的存在でもあるトムはソニックを諭します。その後ソニックは留守番を任されますが、その夜自宅にロボトニックと赤いハリモグラが現れ、ソニックは窮地に陥ります。そこへ2本の尻尾を持つ二足歩行のキツネが現れ、ソニックは救われます。その後ソニックとキツネはマスターエメラルドの存在と、ロボトニックとハリモグラがそれを狙っていることを知り、ソニックとキツネはロボトニックとハリモグラの手に落ちる前にマスターエメラルドを探す旅に出ます。果たしてソニックはロボトニックからマスターエメラルドを守ることができるのか。世界の未来はソニックとキツネに託されるのであった、といった感じのあらすじとなっております。次はこの映画に登場するキャラクターの紹介と、そのキャラの劇中での活躍についてそれぞれ簡潔に解説しますね。ドクター・ロボトニック、 IQ300 の天才科学者で、原作ゲームに登場するエッグマン的ポジションのキャラで、前作ではソニックが持つ無限のエネルギーを狙ってましたが、本作ではソニックに復讐することを目的にしてます。ちなみにロボトニックを演じてるジム・キャリーさんは今作で俳優を引退するそうですが、とりあえず休憩するだけで俳優に復帰する可能性はゼロではないそうです。劇中では前作でソニックとの戦いでキノコの惑星に飛ばされて、しばらくはそこで暮らしてましたが、地球に帰還するためにあり合わせの装置や機械で巨大な発信機を開発し、肌身離さず持ってたソニックの針をエネルギーにして宇宙に強力な信号を発信します。その時に発生した衝撃波でロボトニックは飛ばされ倒れてしまいます。その夜、倒れてるロボトニックの目の前にポータルが現れ、そこから前述の信号を受信した鳥っぽい仮面をつけた武装した3人の敵が現れます。敵の一人が倒れてるロボトニックに近づき、ロボトニックの持ってるソニックの針に手を伸ばしますが、寝たふりをしてたロボトニックは事前に作った罠で敵の一人を遠くへ飛ばし、残り2人は巨大なキノコと人面岩で倒します。その後ロボトニックはポータルに向かって走りますが、ポータルから二足歩行の赤いハリモグラが姿を現します。ナックルズ・ザ・エキルナ、名前の意味はげんこつのハリモグラで、銀河一危険なハリモグラの戦士で、非常かつ攻撃的な性格ですが、義理堅く素直で天然ボケな一面も併せ持ってますが、とある理由でソニックを付け狙ってるそうです。これは後に判明したことですが、ナックルズはソニックの育ての親のロングクローが地球に隠した強大なパワーを持つマスターエメラルドを手に入れ、故郷の星に持ち帰ることが目的で、ソニックはそのマスターエメラルドの在りかを知ってるのだと思い込み、ソニックを付け狙ってました。
さらにナックルズの属するエキディナ族は何世紀もの昔、7つのカオスエメラルドを集めてマスターエメラルドを作り、それを武器に大勢の敵を全滅させたことがあり、そのパワーを恐れたロングクローが属する部族が奪って地球に隠したのです。そういった理由からナックルズはソニックを付け狙ってます。劇中では序盤でキノコの惑星から脱出しようとしたロボトニックの目の前にポータルを通って現れ、ロボトニックの持ってたソニックの針を見てどこで手に入れたか彼を問い詰めます。ロボトニックは地球で手に入れたと答え、地球へ案内すると言います。ナックルズとロボトニックは手を組み、ロボトニックは地球へ無事帰還します。ソニック・ザ・ヘッジホッグ、名前の意味は音速のハリネズミで主人公でもあり、前作でロボトニックをキノコの惑星に飛ばした後、地球人で父親的存在でもあるトム・ウォシャウスキーの家で暮らしており、本作では本当のヒーローになるために奮闘してます。劇中ではブルージャスティスを自称して夜の街に出て悪党退治をしますが、街をめちゃくちゃにしてしまいます。その後ソニックはトムに昨夜の悪党退治についてたしなまれます。その後トムと奥さんのマディは知り合いの結婚式に出席するためにポータルを使ってハワイに行きますが、ソニックは留守番を任されます。留守中ソニックは家でやりたい放題に暴れますが、その夜ロボトニックが自宅を訪れ、ソニックはロボトニックと戦おうとしますが、そこへナックルズが現れ、彼のパンチでソニックは吹き飛ばされます。自慢のスピードでナックルズに挑むも歯が立たず、ソニックは窮地に陥りますが、そこへとあるキツネが現れソニックを救出し、ソニックとキツネは車でその場から逃走します。テールス、名前の意味は尻尾で本名はマイルス・パウアー。2本の尻尾を持つキツネで超頭脳持ちでメカに強く、さらに2本の尻尾を高速で回転させて飛ぶことができます。ちなみに日本語吹き替えを担当している広橋亮さんはゲーム版のテイルスの声優も務めてます。劇中では前作でソニックが野球場を高速で周回した際に発生させた強力な電磁パルスをキャッチしてソニックの存在を知り、彼に危機が迫っていることを伝えるためにポータルを通って地球に来ます。地球に来た後、テイルスはパトカーに乗り窮地に陥ってたソニックの前に現れ、ナックルズに激突しソニックを助けその場から逃走します。ナックルズは2人を追いかけますが逃げられ、その後もロボトニックと行動を共にします。その後ソニックとテイルスはなんやかんやあってマスターエメラルドの存在を知り、ロボトニックの手に落ちる前にマスターエメラルドを手に入れることを決意し、手がかりのある雪山に向かいますが猛吹雪に遭い、途中で酒場に入り、そこでいろいろあってダンスバトルをして勝利し、その酒場で寝泊まりします。その後2人は雪山で洞窟を見つけ、そこでマスターエメラルドのある場所を示すコンパスを手に入れます。そこへロボトニックとナックルズが現れ、2人は再びその場から逃げますが、途中でコンパスをロボトニックに奪われ、テイルスはロボトニックのミサイル攻撃で倒れ、さらに雪崩が起きます。ロボトニックとナックルズはその場から飛び去り、ソニックはテイルスを抱えて雪崩から逃げますが、そこでハワイで結婚式に出席しているトムにスマホで電話をかけて助けを求めます。言い忘れましたが、トムはポータルでハワイに行く前にソニックから帰宅用のリングを受け取っており、そのリングを投げてポータルを開き、そこからテイルスを抱えたソニックが現れ、さらに大量の雪がなだれ込み、結婚式はめちゃくちゃになります。するといきなりソニックとテイルスとトムは捕まってしまいます。実はトムとマディが出席した結婚式は軍事組織ガーディアンユニットオブネーションズが仕組んだ偽装結婚で、目的はソニックを捕獲することで、しかも結婚式に参加してたゲストの数人は GUN の捜査官でした。ソニックたちが連れ去られた後、トムの奥さんのマディがテイルスの持ってたガジェットを使って GUN の捜査官を蹴散らし、ソニックたちは救出されます。一方別のところではナックルズとロボトニックはコンパスを使ってマスターエメラルドのある海底古代寺院への道を開き、寺院内にあるトラップをかわしながら先へ進みます。一方のソニックは倒れてるテイルスをトムとマディに任せて一人で海底古代寺院へ向かいます。ソニックも寺院内にある罠を高速でかわし、マスターエメラルドのある大広間でナックルズと激闘を繰り広げますが、ロボトニックはこの隙にマスターエメラルドを独り占めします。ナックルズはロボトニックに裏切られ、ロボトニックはマスターエメラルドと共に消え去り、寺院は崩壊し、ソニックとナックルズはなんとか脱出し2人は和解します。その後ロボトニックはマスターエメラルドのパワーで部下が経営しているコーヒー店にテレポートしますが、店の外は GUN の部隊に囲まれてました。マスターエメラルドのパワーで無敵と化したロボトニックは周囲にある複数の戦車や装甲車を分解して巨大なエッグマンロボを作ります。そこへテイルスが操縦する服用機に乗ったソニックとナックルズが現れ、3対1の戦いが始まります。ソニック、テイルス、
ナックルズの3人は力を合わせてロボトニックからマスターエメラルドを取り返すことに成功し、その後ソニックはマスターエメラルドのパワーを吸収して体が金色に変わり、スーパーソニックとなりエッグマンロボと戦い、エッグマンロボは破壊され、ロボトニックは生死不明となります。エッグマンロボを倒した後、ソニックは元の青い姿に戻り、テイルスとナックルズはソニックと同様に地球で暮らすことにし、後日3人はトムとマディと共に野球をして、その後車で走り去りますが、マスターエメラルドの入ったクーラーボックスを忘れてしまい、ソニックがそれを回収して映画は幕を閉じます。と、映画ソニックザムービーソニック VS ナックルズについて簡潔に解説しましたが、いかがだったでしょうか。最後は次回作に登場すると思われるあのキャラクターについて解説考察しますね。シャドウザヘッジホッグ、名前の意味は影のハリネズミで、ソニックとウリ二つの姿をしている黒いハリネズミで、原作ゲームではドクターエッグマンの祖父で世紀の天才科学者のプロフェッサージェラルドによって生み出された究極生命体という設定で登場してます。劇中ではエンドクレジット後、 GUN の隊員たちが破壊されたエッグマンロボの残骸を調査捜索している中、隊員の一人がロボトニックのデータの中から50年以上前の秘密の研究施設に関するファイルを見つけます。その研究施設ではプロジェクトシャドウと呼ばれる研究をしてたようで、同時にその研究施設と思われる場所で巨大なカプセルが地面から姿を現し、その中で眠ってたシャドウが目覚めます。原作ゲームでは人類抹殺を行おうとしてたので、映画でも何らかの理由で人類抹殺を行うような気がしますね。あくまで予想ですが、ソニック、テイルス、ナックルズとはどんな形で出会うのか、そしてシャドウの日本語吹き替えを誰が担当するのかもすごく気になりますね。ついでにエミー・ローズやルージュ・ザバットといったキャラがサプライズゲストで登場する、あるいは原作ゲームには登場しない新たなオリジナルキャラが登場するような気もしますね。そして次回作にロボトニックは登場するのか、または別のキャラがロボトニック的ポジションの敵として登場するのでしょうか。というわけで、この辺で解説と考察は終わりにしますね。最後までご視聴していただきありがとうございました。